はい、今日も笑顔でこんにちは、古田です。はい、今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。はい、でまた車運転中でお伝えいたします。で今日はですね、世界で一番大切なものっていう話なんですけれども、サッカーにその話関係あるのかっていう疑問を今思っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、非常に関係あるんですよね。セルフイメージ、確かセルフイメージの、音声の時にちらっとお話したんですけれども、結局自分を100% 表現できない、例えばちょっとおとなしい子だったり優しい子だったりは、なかなかサッカーの試合でですね、そういう表現できない場面とかが多々あるんですよっていうお話をちらっとしたんですよね。で僕の友達の例を言うと、割と自己中でわがままだったやつが、プロのサッカー選手になっていったっていう例があるんですよっていう話したんですけれども、その話に通じるお話なんですね。で、この世界で一番大切なもの、これが本当に自分も昔から分かっていたら、子供の時から分かっていたら、もっと楽しい人生をって言ったら大げさかもしれないですけど、もっと毎日が楽しかったんじゃないかなって思うんですよね。でも今の時点で幸運なことにそれを僕は知ることができたんで、この先は必ずその世界で一番大切なものを大切にしながら生きていこうっていう風に思ってるんですよね。一体その世界で一番大切なものっていうのは 何かっていうことなんですけれども、ズバリあなたの感情なんですね。感情、感情イコール魂っていうことなんですけれども、一体どういうことかっていうと、その感情ですよね。それがもしあなたから感情を取り除いてしまったとしたら、本当ただのロボットと変わりないんですよね。抜け殻、所詮物質ですよね。物体が残るだけなんですね。そういう意味でも本当にあなたの感情が宇宙でたった一つのかけがえのない宝物なんですよね。で、この感情を一番大切にしていってほしいっていう話なんですけれども、結局我々、特に日本人はですね、昔から、忍耐とか謙遜するとかですね、いうのを割と重んじられて育ってきたっていう国柄なんですね。そういう風潮があるっていうか、それで耐えることに美徳を感じるっていう、素晴らしいっていう一面もあるんですけれども、こと感情に関しては押さえつけるものではないんですよね。忍耐、体を、体っていう意味での忍耐っていうのは必要なことが多いんですね。例えばそうですね、怪我をして、リハビリですよね。リハビリを耐えながら、いつか、成功する日を見て
耐えるっていう、まあ、忍耐なんですけどね、まあ、それは体を耐えるっていう状態で、うん、僕は忍耐って呼んだりしてるんですけど、うん、感情を耐えるっていうことは必要のない作業なんですね、実は。だから結局先から言ってるんですけれども、たった一つのあなたの感情、それを否定するってことはあなた自身の存在を否定するっていうことなんですよね、うん、だからその感情を抑制するってことは、うん、よくないことなんです。で、でもちょっと一つ勘違いしてほしくないのは、まあ社会にはルールや常識、モラルがあるんですね。なんで、まあ例えばお葬式とかで、面白いことがあって笑っていいっていうわけではないんですね。うん。感情を抑えないってことは、嬉しい時に笑う、悲しい時に泣くっていうようなことなんですけれども、まあ、それは社会では常識があるんで、うん、そういうことをしたらいけない場面っていうのはあるんですけれども、 でもそういう時に、あ、ここで笑ってしまう俺はダメなんだとか、うん、例えば悲しい場面があって泣きそうになったけど、ここで泣いたりしたら俺は男じゃない、かっこ悪いんだとかっていうのは感情を抑制しているっていうことなんですね。だからってそれをしたらいけない場面があるんで、そういう時はそうやってダメなんだっていうふうに思わずに、ダメなんだって思うことによって結局この間の感情エネルギーを下げることにもなるし、セルフイメージの低下にもつながるんですね。なんでそういう場面では、これが俺なんだ、今ここでそれをしたらいけないけれども、これが自分なんだって思うようにしてほしいんですよね。自分には嘘をつかないっていうことなんですね。それが世界で一番大切な感情を大切にしていくっていうことなんですね。サッカーとかで言っても、うん、結構海外の選手とかやっぱりその辺はすごいんですよね。まあ育った環境が日本とは違うんで、もうすごい要求するんですよね、試合中とかも、うん、ボールが欲しいとか、ここにパスを出してほしいとか、まあ、そういうのが日本人は割とさっきも言った通り、そういう環境で育ってきてるんで、どうも抵抗があるんですね、うん、でも最初にもお伝えしたんですけど、ことスポーツに関してはその感情を抑制するってことは足かせにしかなんないんですよね、うん、サッカーの場面では、まあスポーツ全般ですけど、うん、感情を解放してほしいです。感情のリミッターを外して自分を 100% 表現してもらいたいですね。で、まあちょっと違う話になるかもしれないんですけど、まあ例えば、まあ男でしたら、まあ彼女ができたりなんかして、まあ中には彼女に嫉妬っていう感情が出てくる人もいると思うんですね。例えば、男の友達と電話をしてほしくないとか、うん、あると思うんですね。でもそんなとこでそれを言うと、俺はちっちゃな人間だとか嫌われるんじゃないかって思ったりなんかして、その感情を抑制する、抑制ですね。するとどういうことになるかというと、感情を抑制した先には後悔しか待っていないんですよね、うん、
結局それを言えずにいて、まあ、自分は常に腹が立っているっていう状態なんですね、この場合は、うん、そして自分にも良くないし、もちろん感情エネルギーも下げる、セルフイメージも下げるし、その結局腹が立っているのを彼女が感じて、彼女も嫌な気持ちになるんですね。なんでそれ、もしその自分の感情を出して相手に嫌われるようなことがあっても、まあ、それは相手と自分が合わなかったっていうだけの話なんですよね。結局その場で抑制しても、その先には後悔しか待っていない。結局それで腹立っているあなたに愛想を尽かしてしまうっていうような状態にほぼ 100% なるんですよね、だから感情を抑制した先には後悔しか待っていないっていう、まあ、それをお伝えしたいですね。お子さんには今みたいな例はちょっとリアルがないと思うんで、まあ、どうやって、まあ、例えばあなたのお子さんがおとなしい感じのお子さんだったらどうすればいいかというと、まずその世界で一番大切なものは、感情なんだよっていう話を聞かせてあげるっていうことですね、まずは。そして、まあ、サッカーではその感情を 100% 表現しなければいけないんだよっていうことですよね。まあ、それをお子さんに伝えていってほしいですね。君の感情が君自身なんだよっていうことなんですね、まあ、それをあなたの言葉でお子さんに伝えていってください。すると必ずなかなか自分を表現できないお子さんも少しずつサッカーの試合の中で自分を表現できるようになっていくと思います。はい、今日の話はここまでですね。はい、それでは笑ってまた明日、古田雅宏がお送りしました。